8月18日に開催されたプレミアリーグの第一節で、今回に鎌田大地が加入したクリスタルパレスが敵地でブレントフォードと対戦。1対2で敗れた。動画、取り消しは打倒。鎌田も抗議した A 代表エゼの幻 FK 団物議を醸しているのが26分のシーンだ。パレスの FK で、キッカーを担当したエベレチエゼは、 味方に合わせるのかと思いきや直接ゴールを狙い、ものすごいシュートを叩き込む。しかし、この FK とは関係のないところでの競り合いでパレス側のファウルがあったとして、ゴールは認められない。サムバロット主審は FK を蹴った後に笛を吹いており、見逃していてもブレントフォード側は抗議をしなかったかもしれない。鎌田が両手を広げて抗議をしたこのジャッジにパレスのファンは怒り浸透。 SNS 上では次のような声が上った。強奪された、エゼの完璧なゴールが取り消された。審判が絶妙なタイミングで何の理由もなく笛を吹き、パレスのゴールは認められなかった。審判は全く役に立たない。世界最高のリーグの一つに、どうしてこんなにひどい審判がいるのか。正直に言って、あの審判のミスは信じられない。